どうも、英語講師、徳先生です。このチャンネルでは日常会話に必要な文法だけをシンプルに解説した動画を投稿しております。よろしければチャンネル下の登録ボタンから登録して動画を見て勉強を一緒にしていきましょう。プロフィールはこちらに書いているので、よろしければちらっと見ておいてください。さあ、それでは今回動詞セットという内容についてやっていきます。動詞セット、動詞、副詞、助動詞とは具体的な行動と感情を組み合わせたセットのことを言います。要するに何をするのかとか、どんな感じでどれぐらいの頻度でしてるのかとか、はたまたどんな気持ちで動いているのかとかっていうのをセットで表したものを動詞セットと言います。例えば、誰かに何かお願いするときとか、スポーツやってるときだったら分かりやすいかな。スポーツやるときに、誰かとか知ってる人とかに、友達とかに教えてあげるときに、例えば、テニスとかだったら、こういう感じで腕を動かしてとか、もっと大きく速くスイングしてとか、もっと相手に上手くなってほしいっていう気持ちを持って、相手に助言とかアドバイスとかしたりしますよね。っていうふうに、そういうふうに何をするのかとか、はたまたどんな感じなのかとか、で、どういう気持ちで相手のためを思ってやって言ってあげてるのかとか、逆に言われてる側からしたら、自分でやりたくてやってたはずやのに、気づけばやらされてる感半端ないみたいな。やらなあかん、自分がやりたいんじゃなくて、やらされて動いてるなとかっていう風な気持ちが、人間やから動きには伴ってくると思うんです。ちょっと小話は置いておいて、今回入ってくる内容っていうのが、その動詞セット、動詞、副詞、助動詞を組み合わせた具体的な行動、感情を組み合わせたセットについてやっていこうと思います。で、具体的に動詞、副詞、助動詞とは何かっていうのを話すと、動詞とは動きを表す言葉、副詞とは動詞に補足説明を加える言葉、助動詞とは動詞に気持ちを加える言葉っていうふうに思っておいてください。じゃあ、これちょっと語順について話そうと思うんですけれども、今回する内容のところがですね、前回やった語文型とつながってきます。語文型の語順をちょっと今、スライドに出そうと思うんですけれども、どうぞ。さっき出し、今回話す動詞セットの語順の1っていうのが、ここのサブジェクト、バーブ、オブジェクトとか、サブジェクト、バーブ、コンプリメントっていうふうに、前に語文型っていうのをやったと思います。で、語文型でやったところの、今回見ていく場所っていうのはここですね。この V、この V のところについて今日は触れていこうと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。そしたら、早速本題に入っていきます。じゃあ本題、動詞、副詞、助動詞っていうふうに分けております。まず動詞からでは見ていきましょう。動詞、ちょっと今日はいつもより大丈夫かな、ちょっと今日はいつもより早いテンポでやっているので、ついてこれないかもわからないと思うので、その場合は倍速ないしスローペースでして、ちょっと話を聞いてみてください。さあ、まず動詞いきましょうか。動詞とは、動きを表す言葉で、何をするのかを表すっていうふうに言います。何をするのかを表す言葉を、動詞と言います。例えばここにあるように、本を読むっていうことであったりとか、音を聞くっていうことであったりとか、英語を話すってことであったりとか、文字を書くっていうふうに、読む、聞く、話す、書くっていうのは全て動詞、動きを表す言葉として定義されています。で、実際使い方を見ていきましょう。では使い方。注意する点が2つあります。まず1つは5つの活用形。5つの活用形。そもそも活用形とは何かっていうと、活用形とは動詞の形が変化することっていうのを活用形と言います。具体的に例えば聞くっていう言葉があったとしたときに、聞く。これも聞くの句の部分って結構変えれるんですよね。例えば日本語であるように、もし聞くを聞かに変えれば、聞かないとか聞かせるって言えるし、聞きに変えたら聞きます、聞きましょう、聞きなさいとかって言えたり、くに変えれば聞くこと、聞くとき聞く場合、また聞けっていけば聞けってびっくりマークつけて言う場合 であったりとか、聞けばっていうふうに、そういうことが言えたりとか、最後こうでいけば聞こうっていうふうに、聞くのくの部分が変わり、聞けこうっていうふうに変わる。日本語でもあることを、これを活用形というふうに言います。じゃあ実際この活用形、英語の場合は次の5つに分かれます。次の5つ。5つ。
言葉はまあ覚えなくていいんですけども、一応5つの名前だけ聞くと、1番目がまあ原形、または現在形と言われるもの。2つ目が三人称単数形と言われるもの。3つ目が過去形、4つ目過去分詞形、5つ目現在分詞形っていうふうに、まあ、5つあるんですけども、今回見ていくのは、この現在形と三人称単数形、この2つに焦点を当てて見ていこうと思うので安心してください。まあ、ざっくりこういう形で説明していこうと思うんですけれども、例えば、この一番右にあるものが原形、現在形であるとしたときに、まあ、次に並べていく、まあ、三人称単数形、過去形、過去分詞形、現在分詞形というふうにちょっと並べて見ていこうと思います。ちょっと先に開いてみましょうか。例えば、よく見る B 動詞って言われる B。この B っていうのは、実は原形または現在形というふうに言われる形のになってます。B っていう形が。じゃあ、B 動詞の三人称単数形は何かっていうと is。で、次、過去形って何かっていうと was, were。で、まあ、現在分詞形って何かっていったら been。あ、過去分詞形かな。過去分詞形が been。で、現在分詞形が been。っていうふうに、この4つに単語、動詞っていうのは形が分かれる。5つかな。原形入れると。5つに分かれるっていうふうに思っておいてください。で、まあ、ちょっと三人称単数形の説明は後でします。後でします。まあ、とりあえずこの原型を含んだ場合は5つ形が分かれるよというふうに思っておいてください。で、今回5つのうちの原型と三人称単数形、この2つについて見ておきます。では次、do。do っていう単語においても、原型、現在形は do。これの三人称単数形っていうのが does。で、過去形が did。過去分詞形が done。現在分詞形が doing。っていうふうに1つの単語、とっても原形を含んだ場合、5つですね。5つ形があるってふうに思っておいてください。じゃあ、さっきから言ってる三人称単数形って何なんっていう話なんですけども、ここでルールとして、動詞を使うときのルールとして覚えてほしいのが、ここ。主語が I、U 以外の単数のとき、三人称単数形を使う。主語、わかりますね。ルール。動詞のルールとして、主語が I、U 以外の単数のとき、三人称単数形を使う。まあ、実際に例文を見ていきましょう。そしたら例文。さっき使った B と Do っていうのを使って例文を組んでいきます。一つ目、B、何々である。この例文を使ったときに二つ例文を書きました。一つ目、I'm an English learner. I am an English learner. 二つ目、She or he is an English learner. She or heis an English learner. さあ、ここでの B 動詞っていうのは、この am っていうのが使われております。もし主語が I の場合は、ここの B 動詞は am で OK です。じゃあさっき言った主語が I、U 以外の単数の時、ここを見てほしいんですけども、これ C、まあ、ちょっと書くのめんどくさかったね。この C スラッシュ he って書いて、C or he って書いてるんですけども、まあ、この C または he っていうのは、私、あなたではないですよね。I, you ではない。まあ、私でもあなたでもないことを三人称。まあ、三人称っていうのは私でもあなたでもないっていうことを言うんですけども、まあ、she, he、すなわち三人称で、かつ一人の時なので、ここでは B 動詞の三人称単数形、is を使ってます。なので、主語がもし I の時は、I am an English learner。私は英語学習者です。っていうのに対して、もし主語が she or he、まあ、三人称単数の場合は she or he is an English learner っていうふうに is を使うというふうに思っておいてください。さあ、続いて例文二つ目。do 何々をする。この例文。一つ目。you do the laundry。you do the laundry。あなたは洗濯をします。あなたは洗濯をします。二つ目、she or he does the laundry. She or he does the laundry. 彼女、彼、そうね、彼女または彼は洗濯をします。というふうに、ここも、もし主語を、主語がここですね。you。ここ I でもいいんですよ。you の時っていうのは、まあ、I または you の時は、この原形 do。を使って You do the laundry っていうふうに言ったものを言ったのに対して、もし今回次また主語が She
or he のように三人称でかつ単数一つって言うんですね。三人称単数の時は do の三人称単数で does を使います。She or he does the laundry っていうふうにここの三人称単数形のルールをおさらいすると主語が I、you 以外の単数の時は三人称単数形ここに変えた。例えば、まあ、B 動詞の場合は is、do の場合は does を使うというふうに思っておいてください。さあ、早速そのまま駆け足で続いてルール2つ目、使い方2つ目としては他動詞と自動詞っていうのがあります。他動詞と自動詞。他動詞と自動詞とは何かっていくと、他動詞と自動詞とは、まず他動詞とは目的語が直接的に続く言葉のことを他動詞。一方、自動詞とは目的語が間接的に続く言葉のことを自動詞というふうに言います。ちょっと何のこと言ってるんって感じだと思うんですけど、まあちょっと具体的な単語を見ていきましょう。例えば、他動詞の場合、これ最初例文で、単語例で書いた読む、聞く、書くを英語で書いたパターンです。読む、例えば、先に、もし read、本を読んだったら read、book、read の後にそのまま book っていう言葉を書きます。read、読むは英語で read。なので、まあ、本を読むという意味で read、book。そのまま read の後に book が書きます。で、次、聞くっていうのは英語で hear って言います。hear。例えば、音が聞こえたとか、音が聞こえるっていう時は hear sound、hear sound っていうふうに、まあ、音が聞こえるっていうふうに言う、そのまま言えたりとか、例えば、文字を書く。手紙を書くでもいいか。手紙を書くとかって言いたい場合は、書くっていうのは write。で、手紙。手紙か。手紙の letter。write letter。write letters。っていう風に、そのまま動詞、read, hear, write の後ろに、そのまますぐに目的語となるものを持ってこれたのが、他動詞。まあ今まで何気なく使ってたものっていうふうに思ってください。特に意識することなく動詞の後にすぐ持ってこれてたな。そういった動詞を他動詞っていうふうに言います。一方、自動詞っていうのは何かっていうと、次見てほしいんですけど、3つ単語を用意します。例えば、誰かを待つって言ったときに、待つ。wait for 誰々。まあ、あなただとしましょうか。もし、あなたを待つって言ったときは、wait you ではなくて wait for you っていうふうに間に for っていうのを入れてあげないとダメなんですよね。続いて聞く。さあ hear っていうのも聞くって意味なんですけど、今度よく listen っていう単語も聞くっていう意味があります。この場合 listen music 音楽を聞くだから listen music っぽいなと思うんですけども、この自動詞っていうものたちは間に何か入れてあげないとダメなんですよ。リストの場合では listen to music っていうふうに to を入れてあげる必要がある。で、最後に complain っていうのは、まあ、愚痴を言うとか不満を言うとかって意味なんですけど、文句を言うとか。何かの文句を言った時のは、例えば complain are、まあ、上司の、あんまよくないけど、まあ、先生かな、先生の文句を言うっていうときは、complain the teacher って言いたいとこなんですけども、complain about teacher っていうふうに、目的語となるこの O の部分ですね。O、object の O、まあ、目的語の O というふうに思ってください。っていうのを直接持ってくることができずに、ここでは for とか to とか about とかっていうふうに、何か間に挟んであげる必要がある。その間に発音必要がある単語、動詞を自動詞っていうふうに言います。っていうふうに動詞にはこの2つ分かれるっていうふうに思っておいてください。で、まあ、ルールちょっと見ていきましょう。ルールとしては、他動詞に関しては気にしなくていいと思います。今まで通り、普段通り使ってください。一方、自動詞については、目的語、自動詞は、ルール、まとめますね。自動詞のルールとしては、自動詞は目的語を前置詞でつなぐ。自動詞は目的語を前置詞でつなぐ。ちょっとまた前置詞って何みたいな感じだと思うんですけども、ここではまた次回以降で説明するんですけども、ここでは前置詞っていうのは日本語で言うところの
どこでのでとか、誰にのにとか、何をのをとかっていうふうに、で、に、を、まあ、つなぎ言葉っていうふうに、助詞って言われるものかなっていうふうになるっていうふうに思ってください。なので、さっきの例文を見ていくと、例えば、次行きましょうか。例文を見ていきましょう。例文を見ると、例えば、また3つ、さっき出した単語で例文作りました。1つ目、wait for。wait for で、誰々を待つ。何々を待つ。例えば例文。Pochi wait for his owner. Pochi wait for his owner. Pochi は飼い主を待ちます。Pochi wait for his owner. ここも wait his owner ではなくて wait for his owner っていうふうに for を挟んであげてます。まあ、この for っていうのが日本語でいくとこの飼い主の王になるっていうふうに思ってください。なので、まあ、別にこの一つが抜けても大したことはないと思うんですけども、まあ、ちょっと細かなところを言うとって感じです。まあ、例えばもし、ポチ waits his owner って言った場合は、ポチは飼い主待ちますみたいなふうにちょっと片言に聞こえるっていうような感覚と思ってください。まあ、ちょっと細かいところの話はしてるんですけども、そのまま続いていきましょうか。じゃあ次、listen to 何々を聞く。例文、My coworker listens to the YouTube. My coworker listens to My coworker listens to YouTube. My coworker listens to YouTube. 私の仕事仲間は YouTube を聞きます。私の仕事仲間は YouTube を聞きます。さあ、ここ、新しい単語かと思いますが、仕事仲間。まあ、これは同僚とか、単語のチェックいきましょうか。単語のチェック。coworker については、まあ、仕事仲間っていうふうに訳されます。まあ、これは同僚のことも言えるし、まあ、上司のことも言えるし、部下のことも言えるしっていうふうに、まあ、上下関係なく一緒に働いている人たちのことを coworker っていうふうに言います。で、まあ、今回のポイントの listen to YouTube も listen YouTube ではなくて listen to YouTube っていうふうに to が間に入ってる。なぜかというとこれが自動詞だからっていうふうに思っておいてください。じゃあ最後、complain about で何々の愚痴、文句を言うっていうふうな意味があります。じゃあ早速これを使って例文を見ていきましょう。例文、My friend complains about her job. 私の友達は仕事の愚痴を言いますっていうふうに、ちょっとなんでこの例文作ったのか今、はてなって感じなんですよ、自分でも。ここでも、そうですね。complain の後にすぐ her job っていう風に何の文句を言うかってくるんではなくて about っていう風に間に前置詞というものが挟まってる。こういう形になるのが自動詞っていうものになります。OK ですかね。ちょっと駆け足になってはしまってるんですけども、ちょっと最後に確認で、実はこの最後の例文3、4、5 wait for, listen to, complain about のここ見てもらいましたかね。ここ例えば一つ目ポチ wait for ではなくて wait for であったりとか、続いて my coworker listen ではなくて my coworker listens 最後 my friend complain ではなくて my friend complainsMy friend complains っていう風にちょっと移動してしまった。三人称単数、さっきあった内容ですね。三人称単数だから動詞の形が現在形または原形ではなくて三人称単数形に変わるっていうのが、まあ、さっきあった内容とつながった、まあ、つながってるなという風に思ってくれたら OK です。そしたら最後まとめいきましょうか。動詞の中のまとめです。動詞とは動きを表す言葉を言います。まあ、1、ルール2つあるうちの1つ目として5つの活用形があるというふうにしゃべりました。の中でも3人称単数形に気をつけてください。主語が I、You 以外の単数の時、3人称単数形を使う。で、2つ目、他動詞と自動詞。他動詞については気にしなくて OK。自動詞ですね。自動詞の場合は目的語を前置詞でつなぐというふうに思っておいてください。っていうのが一旦動詞のまとめになります。ちょっと広げますね。
もし確認最後したい人はスクショとか自由に撮ってもらって、ちょっとこの動詞の一覧を見て最終確認してください。さあ、一旦じゃあここで、動詞、副詞、助動詞のうちの3分の1ですね、動詞が終わったので、続いて副詞に入っていこうと思います。